しぶりだな、みんな。また会えて嬉しいぜ。あっと、初めましてのやつには改めて、我が輩は世紀の大怪盗モルガナだ。よろしくな。みんな、ペルソナ5ザロイヤルリマスター版での我が輩の大活躍見てくれてるか。なんと、来たる2023年1月19日にはペルソナ3ポータブル、そしてペルソナ4ザゴールデンが発売予定だ。我が輩と同じペルソナ使いたちの物語らしいが、すげえ気になるよな。ってことで我が輩、今回もアトラスに潜入してとっておきの情報を頂戴してきたんだ。みんな準備はいいか。我が輩と一緒に見ていこうぜ。さて、どうやらこいつがペルソナ3ポータブルの情報らしいが、おお、ずいぶん都会的な学園じゃねえか。囚人学園よりでかいかもしれないな。なんだ、街の様子がおかしいぞ。おい、あれはまさかシャドウじゃねえか。このまがまがしい塔がさっき見た学園だって。まるでパレスみたいだな。巨大なシャドウもいるようだし手ごわそうだ。一緒に戦う仲間たちは特別課外活動部って名らしい。見たこともない銃を使ってペルソナを召喚してるぞ。我が輩たち怪盗団でいう仮面みたいなものかもな。敵の弱点を突くのは戦い方の基本だ。一気に畳み込め。ふむふむ、影時間にタルタロスへと変わる月光館学園か。中にはとんでもないお宝が、ああいや、とんでもない謎が隠されているに違いないぜ。さーて、お次はペルソナ4ザゴールデンの情報だな。さっきとは打って変わってのどかで平和な田舎町って感じだな。午前0時に運命の人が映るだって。じゃあ我が輩の場合はアンドのが、なに、テレビの中に入っちまったぞ。この不気味な雰囲気、まさか異世界なのか。現実世界では物騒な事件が続いているようだが、一体この街で何が起きてるんだ。この仲間たちは自称特別捜査隊っていうらしい。お、ペルソナも活かしてるな。こいつらなら事件の真相を暴いてくれそうだ。おお、自称特別捜査隊のやつらもチームワーク抜群じゃねえか。ま、我が輩たち心の怪盗団も負けてないけどな。平和な街に突然起きた真夜中テレビの噂と連続殺人事件、どんな真相が待ち受けているのか気になるところだぜ。2つのペルソナの物語、どっちもとんでもなく気になる内容だったな。それにオリジナル版に比べてさらに遊びやすくもなってるみたいだ。我が輩たちのようなペルソナ使いの活躍、みんな楽しみに待っててくれよな。よし、我が輩早速ジョーカーたちにもこの情報を教えてくる。